皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は等式の性質、今まで勉強しましたね。そのうちの2つを使って方程式を解く方法を、説明したいと思います。皆さんの中には方程式という言葉を初めて聞く人もいるかもしれません。でもこの方程式、小学校の時にも勉強していたんですね。皆さんは四角を使った式というのを作ったことがありますね。この2つの枠を見てください。四角足す4は9、四角に4を出したら9になった。じゃあ4を引けば四角の中が分かるなっていう、こんな風にして計算して四角は5だ。こんなことをやったことがあります。これと同じように四角の部分を文字、この場合は X に変えて、作ってやる。この X を使った、文字を使った等式、これが方程式です。そしてこの式の X のところに当てはまる数字、これを順番に調べていったら、あ、5がちょうどぴったりだ、5足す4は9だということで、この5をこの方程式の解と言います。で、この解を求めることを方程式を解くという言い方をします。今日は、等式の性質のうちの A イコール B ならば A 足す M は B 足す M、 A 引く M は B 引く M、 この2つの性質を使って方程式を解く、方法を説明したいと思います。まず1番の式を見てください。X 引く4は5。 X がいくつかって求めるときには、この引き算をしている数字、4という数字と同じ数字を両辺に、足してあげます。つまり X 引く4に同じ数字である4を足してあげる。こちらにも5に4を足してあげる。そうするとちょうど引く4足す4になって、この4の部分が消えて X だけが残りますよね。そうすると X は9ということが分かりました。これがこの方程式の解です。同じように2番もやってみましょう。X 引く2はマイナス6、2を引いているので両辺に2を足してあげます。 X 引く2足す2、左辺に2を足したので右辺にも2を足します。マイナス6足す2、そうするとこちら側は打ち消し合って X だけが残ります。 X はマイナス4、こんな風に X の解が求めることができます。3番、今度は引き算ではなくて足し算です。X 足す7は15、こういう式ですが、こういう時にはここに足している数と同じ数字を引いてあげます。つまりこういうことですね。 X 足す7、同じ7を引く。もちろん15からも7を引きます。7引く7ですから、この部分が、数字の部分が消えて X は8、このように解を求めることができます。同じように4番も解いてみます。9を足しているので両辺から9を引きます。X 足す9引く9は3からも9を引いてあげます。こちらが9引く9で数字の部分がなくなって X が残って、 X はマイナス6、こういうふうに X 方程式の解を求めることができます。どうでしょうか。そんなに難しくないと思いますが、
もし分かりづらかったら何度か見返してください。では今日はここまでです。見ていただいてありがとうございました。また会いましょう。さよなら。